続いて、付けの練習です。ハッピー、付け。ハッピーの場合は、飼い主の横に座る状態が付けです。横を歩いてる状態は、のコマンドが付いてで横を歩く合図になってます。付けの時に足ポンポンというように叩いて、落ちたよという合図をする時もあります。家の中でも最初はリードをつけて壁伝いで練習するといいと思います。で、斜め掛けのバッグにジップロックを入れて、その中に時の場合はドッグフードを入れて、それをご褒美のおやつにしていました。ちょっとやってみます。最初の時は鼻先に持って行って匂いを嗅がせ、ちょっと時々舐めさせながら歩いてもいいと思います。はい、ハッピーついてー。はい、こんな感じで続け。はい、止まれたら餌あげます。ハッピー続け。はい、上手です。はい、できたら舐めてあげてくださいね。餌で誘導ができるようになったら、今度はハッピーの場合はドッグフードを目に、飼い主の目に持って行って、ついてーと言いながら歩く練習をしました。ハッピーついてー。はい、ついてー。上手な感じですね。はい、続け。はい、続けの時にポンポンっていう勝ちだよっていう合図も一緒にしています。これができるようになったら、今度はいろんな方向、前に行くだけではなく横に行ったり後ろに行ったり走ったり、犬がいろんな方向に行ってもワンちゃんがつくように練習してみてください。できたらご褒美という感じでやれば、ついたらご褒美がもらえるということで、ワンちゃん喜んで遊び感覚でやってくれます。ピーついてー。はい、こんな感じです。勝ちだよ。はい、上手。ハッピー。はい、上手。へへへへ。はい、上手だね。はい、あれ。あれ。はい、こんな感じです。バイワンちゃんと一緒に遊んでみてくださいね。ハッピー、あれ。はい、ハッピーついてー。上手でした。で、常に横を歩く、ついてというコマンドはとても難しいコマンドになります。遊び感覚で楽しくできるように練習頑張ってみてくださいね。それではまたね。ハピくんでした。